モンテカッシーノの戦いは、第二次世界大戦中、1944年1月17日から5月19日にかけて、イタリアのモンテカッシーノで行われた戦い。連合軍のイタリア戦線における、グスタフラインの突破及びローマ解放のために、企画された。1944年初頭、グスタフラインの2種半分は、ラーピード川、リーリ川、 ガディラーの側及びその周囲の尾根や山頂を守るドイツ軍により支えられていた。その中にあって、モンテカッシーノ頂上にある修道院には守備兵は配置されておらず、修道院城壁下の急斜面に防御陣地が築かれていた。2月15日、カッシーノの街を見渡せる山頂にあった修道院に対し、アメリカ軍は1400トンに及ぶ爆弾で修道院を爆撃し、 修道院は破壊された。その理由は修道院が数軸軍守備隊の監視所として使用される懸念があったためである。爆撃の2日後、ドイツ軍降下両兵がこの廃墟を守備するために投入された。1月17日から5月18日までグスタフライン守備隊は連合軍の4度にわたる攻撃を受けた。この間連合軍は3 2トルの前線に20個師団を 投入し、ドイツ軍を駆逐したが、甚大な損害を被った。カッシーノローマアンツ強されるの関連地域の1 9 4 3年9月、連合軍イタリア方面総司令官、ハロルド・アレクサンダー式の第15軍集団は、イタリアサレルの上陸作戦の後、イタリアの背骨を形成しているアペニン山脈の東西両側からそれぞれ北方へ、進撃した。西側戦線では、 マーク・ウェイン・クラーク中将式のアメリカ第5軍がナポリからイタリアのブーツを北上し東側戦線ではバーナード・モントゴメリー大将のイギリス第8軍がアドリア海沿岸を進軍した第5軍は困難な地形悪天候及び熟練したドイツ軍の抵抗により進軍が遅れていたドイツ軍は最大のダメージを与える要設計 準備された陣地から戦闘を仕掛けては退き、ローマ南方の守備陣地、グスタフラインを建設するための時間を稼いだ。当初、ローマは1943年9月には、陥落すると見込まれていたが、それは、楽観的すぎた。アドリア海沿岸のイギリス第8軍は、グスタフライン東側を突破し、オルトーナを占領していたが、その新軍は12月末には、 猛吹雪の始まりで停滞し、複雑な地形のため航空支援も不可能であった。このため、ルート5号線を使用した東からローマへ向かう、新軍ルートは非現実的であると判断され、高速道路6号線及び7号線ルートのみが可能性として残された。しかしその2ルートのうち高速道路7号線は、西海岸に沿ってローマ南方ポンティの湿地帯に通じており、 そこはすでにドイツ軍により水没させられていた。高速6号線はリーリ側の渓谷を通過しており、この谷の南側入り口はカッシーノの町広報の多数の丘で構成されていた。いくつかの丘の頂上は、ドイツ軍守備兵が連合軍の動きを観測するのに最適の場所であり、北への進軍を阻止し、連合軍部隊への直接砲撃を可能としていた。 アペニン山脈中央に源流を持つ流れの速いラーピド川は連合軍の前線を横切りカッシーノを通過しリーリ川渓谷入り口へ通じていたその後リーリ川と合流してガディラーの川となり海へと続いた強固に要塞化された山岳守備と困難なとかによりカッシーノを用途したグスタフラインは難攻不落の守備陣地に作り上げられていた ドイツ軍と修道院の間では、修道院の歴史的重要性に鑑み、修道士たちが残っている限り修道院を軍事目的で利用しないことで合意した。1943年12月、イタリア方面総司令官、アルベルト・ケッセルリンク空軍元帥は、修道院内へのドイツ軍部隊の配置、人地化を行わないよう命じ、そのことを連合軍に適宜通知した。 このような状況下で何機かの連合軍偵察機はドイツ軍部隊が修道院内にいたと。修道院は周囲の丘や谷を監視するには最適の場所で、それゆえドイツ軍砲撃観測手にとって天然の観測所となり得た。ただ一旦修道院が破壊されてしまえばドイツ軍がそこを占拠し防御陣地を築くためにその瓦礫を利用するということは明白であった。 最終的に修道院破壊につながる軍事的根拠は実際に占領されているかどうかよりむしろその潜在的脅威の方にあった。アメリカ第5軍司令官クラークは以下の攻撃計画を立てた。第1回戦闘攻撃計画実のところクラークは早期に突破できるチャンスは多くないと考えていたがこの攻撃が1月22日のアンツヨ上陸作戦に間に合えば ドイツ軍に呼び部隊をローマ地域から引きずり出せると思っていた。それによりアンツェオ上陸の奇襲効果と内陸のアルバーの丘陵への迅速な移動ができれば、グスタフライン守備隊の後方及び補給線を脅かし、動揺したドイツ軍がグスタフラインからローマ北方へ交代するということを期待してのものだった。3ヶ月前ならそれはドイツ軍の戦術と一致していたが、 ドイツ軍は攻撃と撤退を繰り返すことにより、グスタフラインを難攻不落の要塞とするための時間を稼ぐことを唯一の目的とする戦略に転換していた。連合軍情報部はそれを理解しておらず、そのため連合軍の見通しに対する評価が楽観的すぎるものとなってしまっていた。アメリカ第5軍は1月15日にようやくグスタフラインに達することができただけだった。 最後の 11km を前進するのに6週間を要し、ベルンハルトラインを突破する際には1万6000名の死傷者を出した。彼らには新しい攻撃を準備するだけの時間もなく、3ヶ月に渡るナポリからの北上作戦で消耗しており、急速と再編成を必要としていた。しかし、連合軍参謀本部はアンツヨ上陸作戦用に用意された。 上陸用集停の使用期間を2月初旬までしか認めなかったため上陸は1月末までに行わなければならず、それに呼応するグスタフライン攻撃はさらにその約3日前には行う必要があった。第1次攻撃は1月17日に行われた。沿岸のイギリス第10軍団はガディラーの側を強行と化した。ドイツ軍第14総攻軍団長でグスタフライン。 南西部の守備責任者、フリードリーム・フォン・ゼンガー・ウンとエッターリンは、ドイツ軍第94不評師団の守備能力に大きな懸念を抱き、それを受けた、ケッセル・リンクは、ローマから、ドイツ軍第29及び第90総攻敵弾兵士団を増援に向かわせた。もし第10軍団に予備戦力があれば、敵陣突破の決め手となり、彼らの功績により作戦は成功したかも、 知れないという憶測がある。軍団に予備戦力はなかったが、ドイツ軍の増援が配置につく前に、全体の攻撃計画を見直し、アメリカ第2軍団の中央攻撃を中止あるいは変更して南に振り向ける時間は確実にあった。実際にはアメリカ第5軍司令部は、ドイツ軍夫人の弱点を正しく認識できておらず、計画は変更されなかった。 1>, 1月21日までにローマから日光師団が到着し、ドイツ軍南側陣地は安定した。ただ一つだけではあるが、ケッセルリンクの予備戦力を南に引きずり出したという点においてのみ、作戦は機能した。イギリス第10軍団の参個師団は、第1回戦闘で4000名の損害を受けた。モンテカッシーの戦闘で損傷した砲合戦車、H 型を修理しようとしている。 ドイツ軍クルー。1月20日、アメリカ軍第36師団による中央構成は日没の3時間後に開始された。事前準備が不足しており、まだ地雷やブービートラップが十分に除去されていなかったため、河合の接近には危険が伴った。また、高度な技術的任務であるとかを行うために必要な計画とリハーサルがなされていなかった。 第143連隊の1個大隊は、サンアンゲロの南から、第141連隊の2個中隊は、北からラーピド川とかに成功したが、彼らは孤立しており、連合軍機構部隊は、とかできないまま、ドイツ軍第15総攻的弾兵士団の戦車及び、自走砲の反撃に対し非常に危険な状態に、置かれていた。南グループは1月21日午前に川を、 強行とか思考を退した。アメリカ第2軍団指揮官、ジェフリー・キース少将は、第36師団のフレッド・ウォーカー少将に、直ちに攻撃を再開する様子よう強く要請し、再びニコ連隊が、残豪に隠れたドイツ軍第15、総攻的弾兵師団に対し攻撃を行ったが、これに成功することはなかった。第143連隊のほぼニコ大隊が溶かしたが、これも、 気候部隊の支援がないため翌日朝には壊滅した。第141連隊もまたニコ大隊が溶かし、走行車両がない状況にもかかわらず、約1キロメートル前進したが、火が昇るとともに大打撃を受け、1月22日夕国に連合軍人地に戻った時には40名にまで減少し、事実上消滅した。本攻撃は、 第36師団が48時間で2100名の死傷、行方不明者という大きな犠牲を払い、失敗した。第1回戦闘、北区域拡大次の攻撃は1月24日に開始された。アメリカ第2軍団は、チャールズ・ウォルコットライダー少々式のアメリカ軍第34不評師団が、先方、フランス植民地部隊が右翼となり、 カッシーノ北の氾濫したラピド川渓谷をとか、左へ転進指高地からモンテカッシーノを攻撃することを起とし、山の背後へ進撃した。カッシーノ上流の歩いて渡れる箇所でのとかは、容易だった一方で、氾濫した箇所では非常な困難が伴い、特に走行車両は、鋼鉄の橋梁の上を移動することしかできなかった。第34次団は、浸水地を越え、 ドイツ軍第44不評師団を押し返し、産地に足場を築くのに8日間を要した。右翼では、フランス軍モロッコ人部隊が、ユリウスリンゲル式のドイツ軍第5山岳師団に、対する初期攻撃で順調な滑り出しを見せ、彼らの重要目標であるチファルコさんの傾斜部を制圧した。第3アルジェリア師団の前方部隊は、ベルベデーレ山及びヤバテキウョ攻略のためチファルコ、 三を迂回した。ジュアン将軍はカッシーノを迂回し、北側ルートからドイツ軍を混乱させることができると確信したが、そのための予備戦力の投入要請は拒否され、予備の一個連隊は第34師団増援に送られた。1月31日、フランス軍はドイツ軍によりチファルコ山で未だ足止めされていた。フランス軍二個もロ個師団はベルベレーレ山周辺で奮戦し、 2500名の損害を受けた。アメリカ第34師団の任務は、修道院の丘南端の尾根と交差する丘陵に沿って、南に進軍することになった。彼らは、グスタフライン背後のリーリ川渓谷に侵入することができたが、それは非常に困難な行軍だった。山は、岩山で大きな岩が散在しており、大小の峡谷で分断されていた。岩地にタコツボを掘ることは、 不可能で、地物は、周囲の高地からの砲撃に対し無防備だった。強国もハリエニシダが群生しており、隠れるところがなく、地雷、ブービートラップ隠された、鉄条網が至るところに散在し状況は良くなかった。一方、ドイツ軍はダイナマイトを使用し、弾薬を備蓄し、3ヶ月かけて、守備陣地を築き上げていた。そこには、天然の遮蔽物はなく、悪天候で濡れ、 いてつくほど寒かった。2月初旬までにアメリカ軍不評は山尾のフリオ村付近、修道院から1 6トルに見とない位置にある戦略上の要衝を制圧した。2月7日に1個大隊がポイント445に到達した。修道士がドイツ軍とアメリカ軍紹介部隊の戦闘を見守っているのを見てアメリカ兵1個分隊が 速やかに崖のような修道院の壁を偵察した。しかし、モンテカッシーノを奪取しようという試みは、修道院下の斜面からの機関銃による激しい銃撃を受け中止された。彼らの荒烈な戦いにもかかわらず、第34師団は修道院に通じる尾根の先端に陣取るドイツ軍。 第二高下両兵連隊第三大隊に阻まれ、593高地にある最後の砦を落とすことはできなかった。2月11日、モンテカッシーノ及びカッシーノに対する3日間にわたる、最後の攻撃が不守備に終わった後、アメリカ軍は撤退した。アメリカ第二軍団は2週間半の激戦の後、戦闘を中止した。山地にあった第十四師団の噴戦は、戦争中に、 あらゆる兵士が行った戦いの中でも最も素晴らしいものの一つに数えられる。その見返りとして彼らは不評大隊の80%を失い2200名の死傷者を出した。2月初日の高所での戦闘では本ゼンガーウンとエッターリンは第9四弾をガリラーノからカッシーの機体移動させたがその消耗率の大きさに非常に驚いた。彼は カッシーノの戦いを中止し、新しい戦線を構築するべく、私の権限による影響力を駆使した。新しい戦線とは事実上アンチオ海岸保の北だった。ケッセルリンクはその要求を却下した。重大な局面で、本ガ側は第15走行的弾兵士団が配置についている間に第71不評師団を投入することができた。 連合軍は戦闘中、最初の成功の際に予備戦力をより適切に利用すれば、戦況を決定的に好転させることができたかもしれなかった。何人かの歴史家は、その機会を有効に利用しなかったのは、クラーク将軍の経験不足によるものだと指摘している。しかし、彼はカッシーノ及びアンツヨ攻撃双方の責任者であり、やらなければならないことがあまりに多くありすぎた。 この意見は、第4回カッシーノの戦いの時、キ路に立ったアンツオ包囲網突破について議論するため、トラスコットが彼を捕まえた時トラスコットが何もできなかったことでも支持されている。アレクサンダーがカッシーノとアンツオを一司令官の指揮下に置き、グスタフライン戦線をアメリカ第5軍とイギリス第8軍で分担することを選んだのに対し、 ケッセルリンクは、エーベルハルト・フォン・マッケンゼン式のドイツ軍第14軍に、アンツヨの戦闘を、グスタフラインは、ハインリ・ヒフォン・フィーティング・ホフの第10軍に任せる方を選んだ。撤退したアメリカ軍の後には、アドリア海沿岸のイギリス第8軍から、バーナード・フライバーグ中将式のニュージーランド軍団が、入った。第二回戦闘、攻撃計画拡大アメリカ第六軍団が、 完成で重大な脅威にさらされていたとき、フライバーグもまたカッシーの解放作戦発動のため同様のプレッシャーにさらされていた。そのためにまたもや十分な準備もないまま戦闘を開始した。その上、軍団司令部は第四インド師団のカッシーの北山地への配置及び彼らへの補給の困難さを十分に理解していなかった。輸送にはオネや警告を伝う。 1> 約1 1トルにわたるヤギ道をラバを使って行わなければならなかった。そこは修道院から丸見えで常に敵の正確な砲撃にさらされたためデスバレーと名付けられた。このことについて第二ニュージーランド師団長ハワード・キッペンバーガー少将が戦後出版した辞書の中で述べている。フライバーグの計画は第一回戦闘を継続すること。 すなわち北の尾根に沿って攻撃する、南東の線路に沿って攻撃する、ラーピード川を越え、カッシーノから南へ 1km に満たない位置にある、駅を制圧する、であった。成功の鍵は、カッシーノの町を孤立させ、リーリ川渓谷切り開くことだったが、フライバーグは、周囲の情勢から、攻撃成功の確率は50%を上回る、ことはないと確信し、上層部に報告した。 次第に一部の連合軍将校の目はモンテカシーの修道院に向けられるようになった。彼らの意見ではグスタフライン攻略を妨げているのは修道院であるということだった。イギリスの報道及びニューヨークタイムズの CL、ザルツバーガーは繰り返し最もらしくかつ詳細に修道院内のドイツ軍観測省及び砲兵陣地について書いた。 連合国空軍地中海方面総司令官、アイラエカー中将は、ジェイコブ・デバース中将を同伴し、修道院を上空から視察した。高度1200から1500フィートで通過した際、修道院中庭に張られていた物干しロープに、ドイツ軍の制服が垂れ下がっており、修道院の壁から約46メートルのところに、機関銃座が据え付けられているのを確認した。 アメリカ第二軍団ジェフリー・キース少将もまた何度か修道院上空を飛行している。彼は第五軍 G2 に対し修道院にドイツ軍がいた形跡は見られなかったと報告した。修道院にドイツ兵を見たとする報告が他からあったとき、彼はこう言った。彼らは長い間調べ幻を見たのだ。キッペンバーガー少将が明言しているものとして、 ニュージーランド軍団司令部の見解では、修道院は、それが完璧な位置にあり、いかなる軍隊でもそれを利用しないはずがないので、おそらく、ドイツ軍の使用観測所に使用されているだろうということだった。それに、明確な証拠はないものの、彼は、軍事的視点から修道院が占拠されているかどうかが、重要なのではないと書き続けた。第四インド師団のフランシス・トゥーカー少将は、 修道院級の攻撃を任され、状況を彼自身で評価した。アメリカ第五軍司令部の情報には、修道院の詳細な建設情報が不足していたが、彼はナポリの書店にあった1879年出版の書籍に、それを見つけた。彼のフライバーグ宛てのメモによると、彼は修道院が現在ドイツ軍によって占拠されているか、どうかに関わらず、 選挙させないために破壊しなければならない、と結論付けている。彼は、また、45メートルの高さの城壁は最も厚い、箇所で少なくとも3メートルあり、公平が実質対処できる厚さではないこと、そして先本の爆弾は、ほとんど役に立たないため、ブロックバスターによる爆撃が唯一の手段であると指摘した。1944年2月11日、 第4インド師団長代理、ハリー・リモライン准将は、モンテカッシーの修道院爆撃を要請した。トゥーカーは、カセルタの病床から修道院爆撃についての問題点を再度指摘した。彼は頻発する熱帯性熱病のひどい発作に苦しめられていた。2月12日、フライバーグは、彼の要求を陸軍航空隊に伝えた。フライバーグの空爆に対する要求はしかし、 空軍作戦将校により大きく拡大された。彼らはアメリカ陸軍航空隊の地上作戦支援能力を懸念する機会を探していた。アメリカ第5軍のマーク・クラーク中将と彼の参謀長アルフレッドグランサー少将はまだその軍事的必要性に納得していなかった。アメリカ第2軍団とニュージーランド軍団が交代するときアメリカ第34師団長代理。 バトラー順将は言った。私は知らない。しかし、私は修道院に敵はいないと信じる。すべての敵放火は城壁下の斜面から発砲されていた。クラークは連合軍イタリア方面総司令官、ハロルド・アレクサンダーにはっきり言った。あなたが私に直接命令すれば、我々はそれをやります。彼はそうした。 モンテカッシーノの破壊と復興木犯が1898年第二次大戦の戦闘後1944年廃墟となったモンテカッシーノ1月の5月1944年爆撃により破壊された修道院爆撃作戦は1944年2月15日朝142機の B-17 フライングフォートレス47機の B-25 ミッチェル及び40機の B-26 マルオーダーにより行われた。合計1,150トンに及ぶ高性能爆弾を及び焼夷弾が修道院に投下され、モンテカッシーノの頂上は大量の瓦礫の煙の中に崩れ落ちた。爆撃の間、第二軍団の砲兵隊は山を激しく砲撃した。多くの連合軍兵士と従軍記者はその光景を目の当たりにし歓声を上げた。 エーカーとデバースはそれを見守り、ジュアンはその初見を聞いた。ノー、だ。この方法では、決してうまくいかないだろう。クラークとグランサーはその場に立ち会うことを拒み、彼らの司令部にいた。同日午後及び翌日も、積極的に攻撃は続けられた。砲兵隊の集中砲火と59機の戦闘爆撃機による追加爆撃は廃墟となった。 修道院の瓦礫の山を激しく揺るがした。空爆はしかし、空と地上で協調が取れていなかった。航空隊はそれを個別の作戦として、天候と他の戦に行き、戦線からの要請を考慮しながら計画、実行し、地上軍に問い合わせることはなかった。爆撃は、ニュージーランド軍団が、主攻撃の準備に着手する2日前に行われた。多くの部隊は2月13日に、 アメリカ第二軍団から陣地を引き継いだばかりで、産地の障害に加えて、谷では、新人部隊への総攻撃のための装備支給も、絶え間な薬天候と水没し、歩行不可能な地表により停滞していた。爆撃及び砲撃により破壊された修道院の内部。壁に書かれたパックスの意味は、平和。ローマ教皇ピウス十二世は爆撃の後も沈黙を通していた。 しかし彼の外務大臣、ルイージ・マリオーネス・スーキ教は、バチュカンを訪れたアメリカ上級外交官、ハロルド・ティットマンに対し、露骨に言った。壮大なる大間違い、甚だしい愚行の一つ。この出来事に関するすべての調査から、明らかなことは、爆撃によって殺された人々が修道院に避難していた、イタリアの民間人のみだったという事実である。その日、 修道院に落下した爆弾がドイツ軍兵士を殺したという証拠はないが、当時の爆撃の不正確さのせいで爆弾が他のところにも落ち、ドイツ軍、連合軍両方の兵士に死傷者が出ている。実のところ、16発の爆弾がモンテカシシーノから 27km 離れたプレゼンツアーノにいた第5軍の上に落ち、クラーク将軍がデスクで書類事務をしていたトレーラーから数ヤードも離れていない。 ところで爆発している。ディアマール修道院長とゼンガーウンとエッターリン。1944年2月。最初の仏業爆撃の翌日、生き残った民間人のほとんどは廃墟から逃れ、約40名のみが残った。砲兵隊の集中砲火。再開された爆撃及び第4インド師団によるオネからの攻撃の後、修道士たちは廃墟となった住処を動ける。 者たちと共に去ることを決意した。老修道院長はグループを率いて、ラバドーをリーリー警告方向に下り、ロザリオの祈りを暗唱した。彼らがドイツ軍救護所に到着した後、修道士に運ばれていた何人かの重症者は、野戦病院に移送された。第14総甲軍団長本前ガーウンとエッターリーを含むドイツ軍将校との会見の後、 修道士たちはサム・アンセルも修道院に送られた。一人の修道士、カルロマーノ・ペラガリは修道院に戻った。後にドイツ軍高架両兵が廃墟をさまよう彼を見たとき、幽霊だと思ったという。4月13日以降、彼を見た者はいない。ドイツ軍第一高架両兵士団の高架両兵は修道院廃墟に陣取り、そこを連合軍攻撃隊にとって、 深刻な問題となる観測所見要塞に仕立て上げた。モンテカシーノでのドイツ軍降下両兵爆撃の夜、ロイヤルサセックス連隊第一大隊の一個中隊が、スネークスヘッドリッジにある彼らの陣地から約64メートル、離れた要所ポイント593を攻撃したが、中隊は50%の損害を受け失敗した。次の夜、ロイヤルサセックス連隊は、 大体規模での攻撃を行うよう命じられたが、開始早々悲惨なことになった。砲兵隊は、目標のポイント593が近すぎて、友軍を誤射する危険があり直接支援に使うことができなかったため、ポイント593の守備隊を支援射撃できるポイント575を砲撃するよう計画された。その地形上、ポイント575への砲撃は、 スネークスヘッドリッジの両線上を非常に低く通過することになり、何発かは集結している攻撃中隊の中に着弾した。再編成後、攻撃は深夜に行われた。戦闘は過酷で時に白兵戦になったが、守備隊は頑強に持ちこたえ、サセックス大隊は再び50%を超える被害を受け撃退された。このニアで、 ロイヤルサセックス連隊は15名確か官のうち12名を攻撃に参加した313名のうち162名を失った。2月17日夜、主攻撃が行われた。第6ラージプターのライフル連隊第4大隊は、ポイント593の攻撃を命じられた。消耗したロイヤルサセックス連隊は、ポイント593が陥落した時に、そこを通過して、 ポイント444を攻撃するための予備とされた。その間に、第2グルカライフル連隊第1大隊及び、第9グルカライフル連隊第1大隊は、修道院への直接攻撃において、斜面や峡谷中を激しく戦って回った。グルカ隊は、ひどい地形を越えていったが、それがヒマラヤから来たグルカ兵に期待されたことであり、彼らは、山岳戦のエキスパートであり、 そして彼らは成功した。それがかすかな望みに見えた。再び戦闘は過熱になったが、進展はなく、損害が増えるばかりだった。4、6ラージプターがライフル渋滞は196名の、士官と兵を失い、1、9グルカライフル渋滞は149名、1、2グルカライフル渋滞は96名を失った。攻撃が失敗したのは明らかだった。 2月18日、ディモライン淳商とフライバーグは、修道院級への攻撃を中止させた。主攻撃のもう一方は、ニュージーランド師団第28大隊のニ個中隊がラーピド川を強行と化し、カッシーノの駅を取ろうとした。彼らは成功したが、極めて重大な鉄道路の最後の峡谷を越える橋を日の出前にかけることができず、気候部隊の支援を受けることができなかった。 連合軍砲兵隊によって展開された円幕の助けによって彼らの位置は修道院級のドイツ軍砲兵から隠蔽され彼らはその後ほぼ終日にわたり陣地を維持した。しかし彼らは孤立し2月18日午後に敵装甲部隊の反撃があった時には飛行部隊の支援も対戦車砲もなく絶望的な状況になった。司令部は 突破できる見込みがないことが明らかになると彼らに川を渡り交代するよう命じた。そのコースだと非常に近かった。ドイツ軍は駅が占領されたことを非常に憂慮しており、ケッセルリンクと第10軍司令官フォンフィーティングホフとの会話記録によれば反撃は成功するとは思っていなかったという。第3回戦闘、攻撃計画拡大第3回戦闘では、 冬の天候が続く中、ラーピード川のカッシーノ下流を溶かするというおよそ魅力に欠ける選択がなされた。産地で大きな犠牲を払い失敗していた。右フックはラーピード川渓谷沿いの北から二面攻撃を仕掛けることにした。一手は要塞化されたカッシーノの町方面にへ、もう一手は修道院級へ。この狙いは南の駅取入り川渓谷との間で、 ボトルネックとなっているところに道を切り開くことであった。2月後半に現地に到着し、ニュージーランド軍団の指揮下に入っていたイギリス軍第78不評師団が、その後、ラピドバードーのカッシーの下流を溶かし、ローマへの進軍を開始するという計画だった。この計画を喜ぶ連合軍指揮官はいなかったが、前例のない規模での銃爆撃機による準備爆撃が、 切り札となることが期待されていた。天候の良い日が3日間続くことが必要とされ、舞台が濡れて凍りつくような寒さの陣地でその天気予報を待つ中、攻撃は21日間続けて延期された。事態は第二ニュージーランド師団長、キッペンバーガー少将に味方しなかった。彼は退人時代により両足を失い、グレアム・パー・アーキンソン准将が後を引き継いだ。 良いニュースといえば、アンツヨで、ドイツ軍の反撃が失敗、中止されたということくらいだった。第3回戦闘は3月15日に始まった。支援新刊付1000ポンド爆弾750トンが投下された後、8時30分からの3時間半、ニュージーランド部隊は746門の方による弾幕射撃のもと、進撃した。成功の可否は、爆撃により敵を、 陣地内に釘付けにしている間をうまく利用できるかどうかにかかっていた。しかし、守備隊は期待したより早く回復し、連合軍機構部隊は爆撃でできた穴に足止めされていた。それにもかかわらず、成功の鍵はニュージーランド部隊の手中にあったが、それも左翼に対する追撃をその夜に命じられる頃にはすでに遅きに失していた。守備隊は再編成し、 より致命的なことに、天気予報は、外れ雨が再び降り始めた。土砂降りの雨は爆撃でできた穴に溢れ、瓦礫は沼地に変わり、無線機は絶え間ない浸水に耐えることができず、通信は途絶した。黒い雨雲はまた月光を遮り、廃墟への道を切り開く任務を妨げた。右翼では、ニュージーランド部隊が、キャッスルヒルとポイント165を制圧し、計画により、 アレクサンダー・ギャロウェー少将が指揮する第四、インド師団霊下の部隊が、ポイント236を攻撃するため、通過、ハングマンズヒルに向かった。高地での土さくさに紛れて、1、9グルカライフル渋滞の一個渋滞は、1、6ラージプターなライフル渋滞が、ポイント236を攻撃手撃退されている、間に、ポイント236を迂回する道を取り、 ポイント435を制圧した。3月17日の終わりまでに、グルカ隊は、修道院から約230メートルのハングマンズ、ヒルを大体規模で確保し、町の守備隊が激しく応戦している間に、ニュージーランド部隊と気候部隊は、ボトルネックを通過し駅を占領した。しかし、ドイツ軍はいだ町の守備隊に増援を送ることができ。 町の一応解放した地区に狙撃手を潜り込ませるのがうまかった。3月19日は町と修道院に対し決定的な一撃を与える日と計画されており、それには第20機交流団の戦車隊による回路からアルバネータ農場を経由し修道院に向かう奇襲攻撃も含まれていた。しかし、修道院からのドイツ軍第一、高下両兵士団による奇襲及び激しい反撃を受け、 キャッスル及びハングマンズヒルからの攻撃は完全に崩壊した。戦車は不評を支援することができず、午後半ばにはすべて破壊された。街では攻撃隊がわずかな進展もなく、全体として主導権は修道院のおかえの入り口となるキャッスルヒルのドイツ軍に握られ、早期成功のいかなる可能性をも打ち砕かれた。3月20日、フライバーグは、 第78不評師団霊下の部隊に以下の指示を与えた。第1に、町に大部隊を駐留させ、ドイツ軍に侵入されないように一掃すること。第2に、キャッスルヒルに増援を送り、ドイツ軍が町の守備隊を増援するために使用している、キャッスルヒル及び、ポイント175、165の間の2つのルートから孤立させること。 連合軍指揮官は彼らが3月21日まで続いた過酷な戦いが成功の寸前にあると感じていた。しかし、守備隊は動じなかった。街では連合軍が家を一軒一軒進む間、ドイツ軍の増援ルートを遮断するポイント445への攻撃はギリギリのところで失敗した。3月23日、アレクサンダーは帰械の指揮官らと会合した。 一連の見解では勝利の可能性について述べられたが、ニュージーランド及びインド師団は疲れ果て限界に近づいていることは明白だった。フライバーグは戦闘を継続することはできないと判断し、戦闘中止を宣言した。数週間後、イタリア戦域司令官アレクサンダーは、キッペンバーガーとの会話の中でドイツ第一高架領兵士団について、 ドイツ軍最高の師団と述べ批判を受けたが、それは当たっていた。ニュージーランド軍の捕虜になったドイツ兵。1944年3月。次の3日間戦線は落ち着いていた。孤立していたグルカ隊をハングマンズヒルから引き抜き、ポイント202で同様に孤立してにいた第24ニュージーランド大隊へ派遣した。連合軍戦線は消耗した第4インド師団及び、 第2ニュージーランド師団が交代し、山々にはイギリス軍第78師団が、町にはイギリス軍第1コノエ旅団が配置についた。第4にインド師団は3000名、ニュージーランド師団では1600名が死傷あるいは行方不明になった。ドイツ軍守備隊もまた高い代償を払った。ドイツ軍第14軍団の3月23日付の日誌によると前線にいた大隊は、 それぞれ40名から120名にまで減っていた。第4回戦闘、攻撃計画、アレクサンダーのイタリアでの戦略は、というものだったが、ココモンテカッシーノの戦況は彼に、それを実現するための準備を行う時間を与えた。彼の計画は、オリバー・リーズ式のイギリス第8軍の大半を、アドリア海戦線から山脈を越えアメリカ第5軍と合流させ、 カッシーノと海岸との間の3 0トルの前線を進撃させるというものだった。アメリカ第5軍は左翼を担当し、イギリス第8軍は右翼を担当した。春の到来で天候と地上の状態も好転し、大規模部隊と気候部隊を効果的に展開させることが可能になった。ダイアデム作戦戦闘序列を参照。ダイアデム作戦は以下のように計画された。 天候と地上の状態は好転し、重要物資の補給も滞りなく行われた。再び、ポーランド及びイギリス軍団よる強撃機動がすべての作戦成功の鍵となった。カナダ第一軍団は期待された突破がなされた時に投入する予備戦力とされた。一旦、ドイツ軍第十軍が撃退されれば、アメリカ第六軍団がアンツヨ海岸砲の包囲網を突破し、 アルバーの丘陵のドイツ軍の撤退を遮る。彼らは奇襲効果を狙っていたため、部隊の展開も小部隊単位で行わなければならず、それには2ヶ月必要とされた。また、アメリカ第36師団を上陸作戦の訓練に向かわせ、道路標識を設置し、ダミーの無線通信を行い、ローマ機体の上陸作戦を計画していると見せかけた。これは、ドイツ軍に予備戦力を、 グスタフラインから引き離すことを狙っていた。第一戦の部隊の展開は夜間のみに制限され、アドリア海戦線から移動した気候部隊は敵偵察機に気づかれないようにするため、ダミーの戦車や車両を後に残した。偽装工作はうまくいき、ケッセルリンクは最後のカッシーノの戦闘の2日前になって、ようやく連合軍6個師団がカッシーノ前線のドイツ軍4個師団に、 退治しているのに気づいた。正確には13個師団だったが、5月11日から12日にかけてのカッシーノへの最初の攻撃は23時に第8軍の1 0 0門と第5軍の600門からなる大規模砲撃によって火蓋が切られた。受け持ったのはイギリス軍、アメリカ軍、ポーランド軍、ニュージーランド軍、南アフリカ軍、およびフランス軍。 1>, 1時間半以内に攻撃は4つの戦区すべてに広がった。夜明けまでアメリカ第2軍団はほとんど前進しなかったが、同じ第5軍令下のフランス軍団は任務を遂行し、彼らの右手第8軍方向のアウルンチ山脈に展開、2つの軍の間のドイツ軍陣地を包囲した。第8軍戦方第13軍団はイギリス第4不評師団及び、 第8インド士団がラーピド川を溶かした。極めて重要だったのは、ダドリーラッセル式の第8インド士団の工兵隊が、朝までに第1カナダ気候旅団の装甲車両が、通過するために、不可欠な川への下境に成功したことだった。第1カナダ気候旅団は予想される、ドイツ軍戦車隊の反撃を撃退する任務を、帯びていた。カッシーの情報の産地では、 ポーランド軍不評隊が3日間かけてほとんど前進できず双方に大きな被害を出した。第4落下3連隊のヘールマン大佐は破壊された街をミニチュアベルガンと呼んだ。今日に至るまでこの戦いにおけるポーランド兵の働きはポーランド国民の大きな誇りの源となっている。沿岸や山地で消耗戦が続く中5月12日午後までには ラーピード川橋東方は猛烈な反撃をよそに増強された。5月13日には攻撃の効果が出始めた。ドイツ軍右翼は第5軍の前に崩れ始め、フランス軍団は前を山を占領し、第8軍を側面から援護ができる位置に進出していた。第8軍に対処決セるリンクは全ての予備戦力を投入させ、約 13km 後方に第2の防衛ライン、 ヒトラーラインを構築するための時間を稼ぐよう命じた。5月14日、リーリ渓谷と並行して山を伝って移動したモロッコ兵グミエは、そのような地形を横断することが不可能だと考えられていたため敵の抵抗を受けず、谷のドイツ軍守備隊を包囲しようとしていた第13、軍団を支援した。グミエは、モロッコタボール軍4個軍からなり、各軍は、 緩い編成の3個たボールで構成された。ジュアンのフランス海外派遣軍団は、オーギスタン・ギーオーム上軍のモロッコ軍戦闘隊と、他に4個の通常師団からなっていた。5月15日、予備戦力だった、イギリス第78師団は、カッシーノをリーリ渓谷から分断するため、共闘法を通過し、第13軍団戦線に投入された。5月17日、 ポーランド師団は、産地での攻撃を再開した。5月18日の早いうちに第78師団と、ポーランド師団は、リーリ渓谷のカッシーノから 3km の地点で、合流した。クラック聖マリア教会伝統の自宝府、ヒジネルマリーアキを吹奏し、ドイツ軍の撤退を知らせる、ポーランド軍ラッパ州、エミールチェック二等五町5月18日早朝。 ポーランド軍第12ポジーリャウーラン連隊の偵察隊は修道院がすでに放棄されているのを発見し廃墟に即興で連隊機をあげた。最後のドイツ軍高下両兵は補給船がリーリ渓谷へ進軍してきた連合軍により脅かされたため新しい防衛陣地ヒトラーラインが完成する前の夜間に撤退していた。守備隊で残ったのはをとろえて動けない病人と 重症者だけだった。第8軍はリーリ渓谷を進撃し、第5軍は沿岸をヒトラーラインへ向かった。直後の攻撃は失敗し、第8軍は再編成に少し時間をかけることにした。2万台の車両と2000両の戦車が破壊されたグスタフラインを通過するのに数日かかった。次の攻撃は5月23日に開始された。ポーランド軍団は ピエディモンテを右から攻撃し、第一カナダ不評師団は中央から攻撃した。5月24日、カナダ軍は敵前線に穴を開け、第5カナダ師団がそのギャップになだれ込んだ。5月25日、ポーランド軍はピエディモンテを占領し、敵前線は崩壊した。ローマとその先へ続く道は開かれた。詳細は、アンチ用の戦いを参照カナダ軍と、 ポーランド軍は5月23日に攻撃を開始した。解任されたジョン・ポーター・ルーカスに代わりアメリカ第6軍団長になったルシアントラ・スコットはアンツヨ教頭歩にあった7個師団のうち5個を使用し2面攻撃を仕掛けた。ドイツ第14軍はこの構成に、そう、なぜならケッセル・リンクが走行師団をカッシーノの第10軍増援のため南へ送っていたからである。 ただ一つの装甲師団、第26装甲師団は、ローマ北から輸送され、存在しない連合軍上陸作戦を待ち続け、戦うことができなかった。5月25日までに、ドイツ第10軍は完全に撤退した。アメリカ第6軍団は彼らの撤退を遮るために、東へ移動した。翌日までに彼らは退路を塞いでおり、 ケッセルリンクのすべての予備戦力を含むドイツ第10軍団は彼らに向かい網にかかった。この時驚くべきことにマーク・クラークはトラスコットに彼の北東方向に向かっていた攻撃進路を変更しルート6号線をバルモントーネから北西方向へと進むよう命じた。それはローマに直行する進路だった。このクラークの決断の理由は明らかになっておらず、 論議のネタになっている。ほとんどの指揮者はクラークが最初にローマに入場する名誉を得たかったためとするが、何人かは彼が披露した部隊を昇級しさせなければならないのではないかと心配していたことを指摘する。トラスコットは後に彼の回顧録の中でクラークがイギリス軍が最初にローマに入場するために横島な計画を企てているのではないかと懸念していたと述べており、 それは、クラーク自身の著述の中でも触れられている。しかし、アレクサンダーは戦闘の前に、各軍の担当区域の境界を明確に規定しており、ローマは第5軍に割り当てられていた。第8軍は、彼らの任務が、いつもドイツ第10軍と交戦し、できるだけ多くの敵を破壊することになっていて、北方に追跡を続けるその進路は、ローマを迂回することになることに気づいていた。 結局、ドイツ第10軍の7個師団が次の防衛、ライントラジメのラインに交代してドイツ第14軍と合流することができ、その後フィレンツエキタのゴシックラインへの撤退作戦を展開した。1944年6月4日、ローマは陥落した。それは、ノルマンディ上陸作戦のちょうど2日前だった。本戦闘において、数多くの軍事勲章が授与された。 戦闘の前半に参加した部隊には、カッシーノアイ名誉勲章が、そのうち所定の戦闘に参加した部隊には、補助勲章も授与された。これらには、モナステリーヒル勲章、キャッスルヒル勲章、およびハングマンズヒル勲章がある。後半の戦闘に参加した部隊には、カッシーノツー名誉勲章が授与された。修道院から美術品を搬出するドイツ軍戦いの最中、 由緒あるモンテカッシーの修道院は、アメリカ陸軍航空隊により完全に破壊された。攻撃の前に、ドイツ軍、ユリウス・シュレーゲル中佐は、修道院と書室にあったキケロ、ホラティウス、ウェルギリウス及び、セネカの写本などをおよそ1200冊の文書、書籍と、その他、ティツヤーノ、ラファエロ、ティントレと、ギルランダイを、ブルーゲル及びレオナルド・ダ・ヴィンチの名画を含む、 美術工芸品をバチカンへ移送するよう命じた。この懸命な処置のため、これら貴重な品々は破壊から逃れることができた。オリジナルの写本と貴重な工芸品は大切に移送された。しかしその後も、修道院には病気で動けない数人とそれを看護する、まだ健康な修道女たちが残っていた。ドイツ軍将校たちは限られた労力と時間の中、まだ動ける。 修道女たちに避難するよう説得を試みたが、修道女たちは病人たちが移送されない限り、ベッドのそばから離れることはできないと拒否した。5月11日夜に、ドイツ軍は病人らを残し、修道院北方へ退却を開始した。何人かのカトリック教徒のドイツ兵が、その命令に異議を唱えた。そのうちの一人、第305不評手団第305、 公平連帯所属のユルゲンシミット補長も、また、修道女たちを見捨てるという命令を拒否した。36歳になる、シュトットガルト出身のベテラン兵であった。彼は、あのスター・リングラード攻防戦の数少ない、生き残りであり、ルーテル派に所属していた。彼は直属の士官に対し、自身の両親に基づき、病人と修道し、修道女たちを見殺しにできないと訴えた。 ドイツ軍将校もまた、シュミット伍長に、いかなる危機装備も人的援助も与えることはできないが、彼自身の責任において単独で行動することを許可した。5月12日1時頃、シュミットは近所の農家からボロボロの木製の入馬者と馬を借り、彼の方針についてきた兵たちで救出チームを組織した。頂上の修道院に着くと、シュミットたちは、 病人とそれを看護している、修道場を運ぶための入馬車を用意してきたことを話し、一緒に来るように修道場たちを説得した。シュミットと彼のチームは病人を入馬車に乗せ、5月12日7時頃、彼らはモンテカッシーノの北側から山をゆっくりと売り退却客した。シュミット伍長は彼の勇敢な行動に対してドイツ当局からは、 何の勲章も与えられなかったが、モンテカシーノの女性修道院長から、何世紀も昔から続く聖ベネディクトゥスの肖像が描かれた金メダルを授与された。修道院長はメダルを彼の首にかけ、彼と彼の献身に対し、短く祈りを捧げた。アメリカ合衆国政府のモンテカシーノ爆撃に関する見解は、四半世紀を経て大きな変化を遂げた。 ドイツ軍が修道院を利用していたという動かぬ証拠はアメリカ陸軍選手総幹部によって1961年に記録から削除された。議会からの質問に対し同総幹部は爆撃20周年記念式典で声明を発表した。少数の憲兵隊を除き実際には修道院内にドイツ軍がいたようには見えない。 アメリカ陸軍の公式記録への最終的な訂正は1969年に行われ、修道院は実際にはドイツ軍に占拠されていなかったと結論づけた。モンテカッシーノで戦った多くの様々な兵士の中で最も強かったものといえば、おそらくボイテクと呼ばれたイランから来た熊だろう。第2ポーランド軍団の第22弾役、補給中隊に入隊し飼育されていた、 彼は戦闘中多くの砲弾を運んだ。戦闘が終わった翌日、フランス海外派遣軍団フランス植民地部隊のグミエは周囲の丘で暴れ回り、イタリア市民に対し略奪、強姦、殺人、拷問などいくつかの恐るべき悪事を働いた。以後、イタリアでは、このような犯罪をモロッコ人が働く悪事のようなという意味の形容詞、マロッチな手で表すようになった。 モンテカッシーノのポーランド人戦争墓地モンテカッシーノ記念十字章モンテカッシーノでの戦闘が終了して間もなくロンドンにあるポーランド亡命政府はポーランド軍のモンテカッシーノでの戦略拠点占領を記念してモンテカッシーノ記念十字章を制定した。後にポーランド人墓地が建設された。カッシーノ西郊外にあるイギリス連邦戦争墓地はイギリス、ニュージーランド、 カナダ、インド、グルカ及び南アフリカ兵戦没者の墓地である。フランス軍及びイタリア軍兵士の墓地はリーリ渓谷のルート6号線にアメリカ軍兵士の墓地はアンツヨにある。ドイツ兵墓地はカッシーノのおよそ3キロメートル北ラーピド渓谷にある。2006年ローマ解放のために戦い、死んでいった連合軍兵士を称える記念碑が同志で公開された。 修道院破壊は、ウォルター・ミラーの長編 SF、目視録3174年の題材になった。彼は、アメリカ陸軍航空隊の爆撃機搭乗員として、戦闘に参加した。ありがとうございます。